日本の、桃山時代というのは素晴らしい時代だったと思うんですよね。ザビエルが来たのは1549年ですけども、その40年間の間にですね、日本では70万人とも150万人ともいわれるキリスト教が、教徒が、誕生したわけですね。これはすごい、ものすごい成功例だと思うんですね。でそれを、織田信長は非常に積極的に布教を支えた。でその中から、キリスト教に帰依したキリシタン大名も出てくると。往復8年間かけて、ローマ法王に、会いに行くわけですよね。でその時に信長がローマ法王に献上、するためにですね、加納永徳筆といわれる、安土上手屏風というのを持たせるわけですね。でそれ 4年間かかって、バチカンにようやくついて、でそれを献上して、非常に歓迎されて、それが受け取られるわけですけども、その後7年間バチカンの、地図の、間というところに、飾られていたという記憶がありますが、その後地図の間が改装されて、その後行方不明になってしまうんですよね。で、これがですね、確実に僕はそんなものが捨てられるわけはないし、壊されるわけもないと思うんですよね。どこかに、ヨーロッパのどこかに必ずやそれが未だに人知れず眠っていると確信するわけなんですよね。でこれをですね、どうやって探し出そうか、探検隊っていうんですかね、探索隊をですね、日本とイタリアを共通の友人を通してですね、探索していって、ぜひとも見つけ出したい、救い出したいっていう強い思いに駆られているわけなんです。でここで皆さんも一緒にこの、ロマンのあるファンタジーのある屏風の探索に、出発してみてはいかがでしょうかと、ここでお誘いする次第です。